かねえな。準備が手加減なしだ。遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。みなと相変わらず早いの。四代目貴様、わし以上の終身使いよの。よし、始めるぞ皆の者。おかげさまたち、なんで。おのちまるがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に。おう、みんな俺たちも知ってる、あのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとは嬉しいぞ。わしらはお前は後、まずは準備を止める。よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方で。さて、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトだ。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。この足を上げてる無意識と。行くぞ。忍法史跡用心。さらにこれだけ加えての戦法用心門。遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。サクラか。どういうこと。わさびちゃん自分なの。てめえ何しに来やがった。なんでサスケくんがここに。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がおかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がおかげになり里を変える。おかげになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がおかげになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。おかげになるのは俺だってばよ。そんなにおかげに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。おし、私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、桜ちゃん、私が二人に届かない、か弱い女だと思ってる。
ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。この分身の結界に出入り口を作る忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。
尽きろ。